ケイアップルは南アフリカ原産の常緑中低木、柳カニ属ス。名称の由来であるグレート、ケイガワ流域からアフリカ大陸東海岸沿いの北はタンザニアまでが産地である。樹高は乾燥地帯では6メートル、それほど乾燥していない地域では9メートルほどまで成長し、樹形は乱れやすい。溶液からは3から6センチメートルのトゲが生え、トゲの根元の芽からは 卵系の葉が交互に生じる。花は花弁がないため地味であまり目立たない。私有一種のため結実させるには私有二本を植える必要がある。稀に目株で単ため結果が起きる。果実は花皮果肉ともに黄色もしくはオレンジ色をしており、直径2.5から4センチメートルの球形で細かい種子を含む。果汁が多く酸味があるがリンゴに似た味がして微味である。 豊か山性で下きに枝に大量の果実が垂れ下がった姿が見られる。巻種から結果までの年数は約4年である。塩害と乾燥に非常に耐性があり、また、亜熱帯性の植物でありながら引く、摂氏6度までの耐寒性がある。K アップルの花。南アフリカでは伝統的に食されているが、一部の地域を除いて、外部にはまだあまり知られていない植物である。 果実は主に生殖され、また特有の酸味を消すために砂糖をかけて、食べたり、ジャム、ピクルスやデザート用に加工されて消費される。今後の活用方法次第では、原産地周辺の地域が抱えてきた飢餓や劣悪な栄養状態の改善に貢献する可能性を持つ。地中海沿岸、アメリカカリフォルニア州及びフロリダ州などの温暖な地域ではすでに栽培が始まっている。 そのトゲと入り組んだ枝のため、侵入を許さない堅牢な垣根として利用される。優れた特性をいくつも持ち、今後の品種改良に非常に期待の持てる果樹で、温暖化の影響で生育環境が合わなくなってきた柑橘類などの代わりに、経済栽培が進む可能性がある。塩害の被害を受けやすい海岸沿いでの活躍も期待される。果実の大型化と食味の改良。 棘の縮小化などが改良のポイントとなるであろう。ありがとうございます。